県は台風10号で被害を受けた施設の復旧にかかる費用などを盛り込んだ112億1700万円余りの補正予算案を発表しました。県は今日112億1700万円余りの12月補正予算案を発表しました。主なものとして、今年8月に県本土に上陸した台風10号などで被害を受けた県有地の復旧や倒木の撤去などに 33億万円が計上されています鹿児島港本港区の住吉町15番街区についてバンケット機能を持ったホテルの敷地として活用するための事業者の公募に向けた委員会の設置や公募要領を作るための費用として347万3000円が盛り込まれました。このほか、年 4月の開校を目指す伊佐市の新たな特別支援学校の基本設計に係る費用6,260万円を複数の年度にわたって計上する債務負担行為として提案します補正予算案は今月28日開会の県議会定例会に提案されます